行くぞ。よし。全ての現象には必ず理由がある。科学で証明できないことはさっぱり理解不能なくせに。そんなものがどこにある？ありますよ。例えば愛。愛？もし三角形の面積が底辺×高さ割る愛だったら、円の面積が半径×半径×愛だったら、誰にも解けません。つまり愛などというものについて考えるということは。もう結構です。時間の無駄でした。分かればよろしい。先生の推理が正しければ犯人はものすごく頭のいい人間です。興味深いね。その容疑者すごい美人なんだよ。コーヒーでも入れよう。そう、さっぱりわからない。容疑者 X の検診。